皆さんこんにちは。先週発売されたマガジンで聖堂の川上の身に異変が起きた。ペットボトルが持ってない。そこで今回の動画は2月18日で明らかになった指先の異変、なぜ川上の身にこんなことが起きてしまったのか推察していこうと思います。今回の主のゴリゴリの妄想がふんだんに含まれていますのでご了承ください。あとこの動画を最後まで見てよいと思った人は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。問題に入る前に川上とはどんな選手か見ていこうと思います。川上は聖堂に在学する右投げのピッチャー。物語が始まった当初からダイナエースでは登場しています。ピッチャーとしては右のサイドハンドから投げ、制球力は持ち味。持ち球はストレート、スライダー、シンカー。シンカーは1年秋の大会後に封印し、2年秋の大会で解禁。シンカーは封印期間中はストレートとスライダー、この2球種を使ってピッチングを組み立てていました。川上は制球力が良いためコーナーをうまく使い、右バッターの時はインズバイストレート、その後目玉のスライダーをアウトローへ投げバットを抑えていました。他にも2年秋の大会準決勝の成功戦では10回表ツーアウトランナーなし、4番長田を迎えたところで登板。ここではストレートとスライダーを使って長田を追い込み、最後決め球には長田が右バッターだったこともあり、インローへこの大会から解禁したシンカーを投げようとした。しかしまだこの時シンカーは完璧な扱いていなかったので、この時自信のあったスライダーをインズバイに投げ込み見逃し三振を奪っていました。この試合を見たときはキャッチャーの三木の強気なリードはもちろん、川上がこの場面でインズバイに投げ込めたことが気持ちの面において1年秋から成長したと思います。ちなみに川上のシンカーの持ち方はこんな感じになっています。他にも三木のサインを見ると、ストレートはこちら、スライダーはこちら、最後シンカーはこちら。このように三木は川上にサインを出しているので、改めて漫画やアニメの方で三木はピッチャーに対してどんなサインを出しているのか、ピッチャーは変化球を投げるときにどんな持ち方をしているのかも注目しながら見ると、来年かもっと楽しく見れると思います。しかし気持ちの面で課題があり、聖堂では1年秋から10番をつけ、ベンチ入りしていますが、最後の3年夏までエースナンバーをつけることは一度もありませんでした。ちなみに現在行われているその大会での成績は、2試合に登板し、4回3分の2を投げ、無失点。スライドシンカーをふんだんに使い、好投しています。ここでのポイントでは、本日のメイン218話で起きた川上の異変を見て、なぜこんな症状が出てしまったのか、今後川上はどうなってしまうのか、この2つのポイントに沿って動画にしていこうと思います。そもそもなぜ川上の身にこんな症状が起きてしまったのか、それには川上の言い方サイドスローに原因があると思います。サイドスローはストレートに横の角度がついたり、横の変化球、スライダーシュートといった横の回転にかける変化球が投げやすい、制球力が安定するといったメリットがあります。しかしその代償として腕が肩より下がるため腰や肘の負担が大きい、オーバーハンドと比べて球速が出にくい、フォークといった落ちる系が投げにくい、こういったデメリットがあります。中でも腕が肩より下がるため腰や肘の負担が大きい、これが原因で今回川上に異変が起きたのだと思います。以前出したこの動画のコメント欄の方には、川上のこの症状は血行障害の可能性があるとコメントがありました。そこでここからは血行障害とは何かを見て次のポイントに行きたいと思います。血行障害とは主に四肢、両手両足に生じ、末端の血行障害によって生じる痛みとなっています。発症の原因は呼吸、頭吸、打撃、各動作によって生じます。中でも球動作による影響が大きく、呼吸の際に起こるボールの衝撃の繰り返しによって生じる傾向があります。痛みの原因は血の覆った組織から疼痛を誘発する物質が分泌され痛みを生じさせるものですが、それがさらなる炎症や血管収縮を引き起こし重症化をもたらすと考えられています。発症部位は人差し指の発症が最も多く、次に中指での発症が多いです。他にも人差し指、中指、2本のみならず全部の指に発症する可能性があります。治し方としては保存治療と手術治療、2つがあります。他のアニメではこの血行障害原因で左肩を故障、現実世界のプロ野球選手では中日の岡田投手、血行障害で登板しないシーズンありましたが、2020年4月現在は中日の守護神を務めています。川上の症状は現在誰も気づかれていない。川上の性格上、シンカーの封印や回転、この時のようにチームに迷惑をかけるようなピッチングをするなら投げない、もっと成長したいと思えば挑戦する、このように素直な人間であるため、優勝でおかしかった場合は川上自ら監督や三木に伝えると思います。川上は今大会3回戦の三浦総合戦、4回途中からマウンドに上がり、三浦総合に流れを寄せつけないピッチングを披露、総成戦9回からマウンドに上がり3人シャットアウト、ここまで良いピッチングを見せています。準決勝の参考戦では先発の沢村が大荒れした時のワンポイント、もし決勝に上がった場合でも川上の存在があることによって先発するピッチャーは初回から全力で投げるといったメリットがあるため、去年の凌介のように初の大会途中リタイアしたら聖堂にとってはダメージは大きいと思います。以上、今回は218話で聖堂川上の身異変が起き、なぜ川上の身にこんなことが起きてしまったのか推察していきました。この動画を見て良いと思った人はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。